隊長、隊長大変です。隊長。はい、隊長ありがとうございます。あざーす。届きましたよ隊長。雨水隊長からいただきました。はい、ちょっと何が出るかな、ちょっと開けていきたいと思います。何が送られてきたんだろう。あ、お歳暮ですね。すげえ、お歳暮、お歳暮は来ましたよ隊長。お歳暮、雨水、天の水。いや天の水、素晴らしい。天から水が湧き出る雨水さん、あざーす。まあ、せっかくなんでこれちょっと、これ多分せんべいとかっすよね。いやすげえなこれ。わでかい、体調でかいっすよ。体調でかい。すげえ。これなんかすごいっすね。いや、お歳暮なんて僕初めてもらったかもしれないですね。お歳暮はその会社には、会社には前来てましたけど、個人でお歳暮ってないですね。わ、めちゃめちゃなんかこれすごいじゃないですか。あ、ほっぺに落ちるイタリアンせんべい。ちょっと待って待って、ほっぺたに落ちるイタリアンせんべい、夕焼けトマト、すげえ。朝日揚げ、朝日揚げ、ほっぺに落ちるカレーせんべい、カレー満月。わ、カレー満月、なかなかナイスな、これこれこれナイスなキャッチコピーですね。カレー満月、なかなかすげえ。ちょっとね、あの、お、すげえ、お、これすげえな。天海さんすごいですねこれ。これあざす。ちょっとね、夕焼けトマトいただいていいですか。夕焼けトマトをレビューしていきたいと思います。夕焼けトマト、夕焼けトマト、いただきます。いや、このカレー満月もなかなかいいコピーですね。カレー満月、カレーな満月、これうまいな。カレーな満月、おキャッチコピーうまいな。じゃあちょっと夕焼けと、夕焼けトマト、いただきます。ほほアマミさん、結論言っていいですか。やっぱね、トマトはトマトとして食った方がいいっすね。すいません。いや、まあ、ガチで。まあ、美味しいっすよ。まあ、まずくはないし、美味しいんですけど、美味しいけど、やっぱね、トマトはトマトとして食った方が一番うまいかもしれないですね。うん。多分、でも、アマミさん、僕がトマト好きっていうのを知ってたんで、多分、お、これ、吉谷さんいいんじゃねえかなと。夕焼けトマト。ね、これこれいいんじゃないかなと、多分それチョイスしてくれたんですよね。だってこのこれもだってトマトですからね。いやでもね、これはあの生のトマトと
何が違うかっていうと日持ちするんで、まあ、やっぱね生のトマトを送られてきても、まあ、腐っちゃうじゃないですか傷むと思うんで、いやこれはいいと思います。ありがとうございます。トマトを食いたいと思ったらこのせんべいをかじれと、うん、あざーす。ほっぺに落ちるイタリアンせんべい。いやこれね、イタリアンせんべいってねなかなかあれですね。いや僕思ったんですけど、そのイタリアンなんで、あのこういうなんかその普通のなんかこうせんべいだと思ったんですけど、なんかギザギザのあの日本せんべいとこのハイブリッドな感じで、うん、美味しい。もう一個いいですか。このカレー満月が気になる。まあキャッチコピーを見てる天水さんだったらこのカレー満月気になりますよね。カレーな満月。いやこれはうまいよ。このカレー満月いただきます。あ、隊長これ間違いない。これめっちゃうめえ。あ、隊長これ間違いない。隊長これ間違いないです。めっちゃうめえ。これスパイスがうめえな。あ、これはパンチ効いてる。うん。これめっちゃうまい。うん。あ、これはうまいわ。これはうまい。これめっちゃうまいな。カレー満月。うん。うん。うまい。大将このカレーせんべいやばい。カレーな満月。大将うまい。うん。うめぇ、これはうまい。まあトマトも美味しかったっすよ。美味しかったっすけど、まあ、断然こっちっすね。せんべい、やっぱせんべいとして食うんだったらこっちかな。うん、せんべいとして食うんだったらこっちです。こっち頑張ったでしょうですね。せんべいとして頑張ったでしょう。おせんべいとしてプレミアムショーですね。華麗なる満月。うん、まあそのトマトとせんべいをこう頑張ってハイブリッドしたっていう頑張ったでしょうでしょう、うん、はい。まあ何事もですね、この新しいことにやっぱチャレンジするってことは大事ですよね。ね、多分そのトマトとせんべいをこうマッチングさせるっていうのはなかなか難しかったと思うんですよ、味をね。でもその難しいことにチャレンジするっていうことが大事ですよね。うん、この天水さんからですね、このメッセージいただきました。吉谷さんと新しいことしろと頑張ります。まあ、こうチャレンジしていかないといけないですよね。だからまあ2016年もまあ終わっちゃいますけど、まあ僕も2017年どん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 チャレンジしてまあ頑張っていきたいと思います。あのこの夕焼けトマトのように。またあの鹿児島の夕焼けもちょっとね今免停なんで車動かせないんで夕焼けのいいスポットとか行けないんですけど、まあ、歩いてはちょっと無理ですね、遠すぎて。まあ、今度あの車復活、免停復活したらちょっと鹿児島の夕焼けを写真インスタにアップしますんで、はい。天海さん本当いつもありがとうございます。マジでガチで本当あざす。なんかすいません、なんかありがとうございますいや本当ですね、うん。いや天水さん本当に天の水ですね。天水さんがいないと僕生きていけないな。天水さんからこう物資送られてて生きていけねえな。今後ともよろしくお願いいたしますまあ僕も頑張りますよ。天水さん頑張ります、はい。まああとね、塾の方も、ドリームアカデミア、こちらあの12月末から開始しますので、そちらもですね僕全力で、あのずっとこれはドリームアカデミアはずっと運営していこうと思ってますので、よろしくお願いいたします、はい。ぜひそちらのコンテンツ楽しみにしておいてください、はい。ではですね、挨拶はさせていただきます。本当にありがとうございました。